日本における健康保険とは雇用者の福利厚生を目的に社会保険方式で運営される医療保険のうち健康保険法に基づくもの。医療保険事務上の略称は社保と言われ国保と呼ばれる地域保険と区別される。なお、公務員などの共済組合加入者の費用者保険については健康保険法ではなく 国家公務員共済組合法などに基づく共済組合でカバーされる。健康保険非保険者証、いわゆる保険証、当時の政府干渉健康保険のもの、同保険の後継である全国健康保険協会各支部が発行する現行のカードは水色のカードとなっている。健康保険制度は労働者またはその被扶養者の業務災害以外の疾病、 負傷もしくは死亡または出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。業務上の疾病等については労災保険の対象となる。業務上か業務外かはっきりしない場合は一応業務上として取り扱い、最終的に業務外と判断された場合は遡って健康保険を適用する。 健康保険と労災保険のどちらの給付も受けられないケースがあったことから平成25年に第1条を改正し広く医療を保障する観点から労災保険の給付が受けられない場合には原則として健康保険の給付が受けられることとするものである健康保険制度についてはこれが医療保険制度の基本を成すものであることに鑑み高齢化の進展 疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び、後期高齢者医療制度並びに、これらに密接に関連する制度と合わせてその割り方に、関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び、費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を、 総合的に図りつつ実施されなければならない。日本の健康保険制度はドイツの疾病保険法をモデルとして1926年に施行された。当初は疾病保険と災害保障を兼ねた保険であり、工場法、工業法の適用のある事業所への適用とされた。健康保険法の規定上は厚生労働大臣が幅広い権限を有しているが、 実際の事務は、日本年金機構、地方厚生局長または、地方厚生支局長に委任、委託されている。被保険者の適用除外の承認、任意適用事業に係る認可、被保険者資格特層の確認、標準報酬月額、標準賞与額の決定、滞納処分の事務現物給与の価格の決定、保険料等の徴収、督促に係る事務について、 その事前、事後の事務処理保険医療機関等及び、指定訪問看護事業者に係る、指定、指定取り消し、保険医に係る登録等の権限保険者は、全国健康保険協会及び、健康保険組合とされる。ただし、ヒアトイ例トクレ保険者については、全国健康保険協会のみが保険者となり、健康保険組合が保険者となることはない。加入は原則として、 事業所単位で行われる。健康保険が適用となる事業所は、加入が義務付けられている事業所と厚生労働大臣の認可を受けて加入する事業所がある。適用事業所は健康保険と厚生年金とで共通である。適用業種とされるのは以下の業種である。労災保険や雇用保険とは異なり、適用事業所でない事業所が、 被保険者となるべき者からの希望があっても、適用事業所とする義務はないし、任意適用事業所に使用される、被保険者からの希望があっても、事業主は、任意適用取り消しの申請を行う義務もない。任意上の事業主が同一である場合は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該任以上の事業所を一の適用事業所とでき、承認にあたっては、 以下の要件をすべて満たすことが必要となる。一の適用事業所にしようとする複数の事業所に、使用されるすべてのものの人事、労務及び給与に関する事務が、電子計算組織により集中的に管理されており、適用事業所の事業主が行うべき事務が、所定の期間内に適正に行われること。 一括適用の承認により指定を受けようとする事業所において1の管理が行われており、かつ当該事業所が一括適用の承認申請を行う事業主の主たる事業所であること。承認申請に係る適用事業所について健康保険の保険者が同一であること。協会憲法の適用となる場合は健康保険。 厚生年金の一括適用の承認申請を合わせて行うこと。一括適用の承認によって厚生年金保険事業及び健康保険事業の運営が著しく阻害されないこと。もっとも中小の事業所では人事、設備等の面で一括適用事業所の承認を受けるための要件を満たせない場合も多いことから、 人事や給与等の管理が本社で行われている。被保険者については、その者が勤務する事業所にかかわらず、健康保険、厚生年金の手続きを本社において行うことが認められている。これらの場合、被保険者が本社、支社間で転勤したとしても、その都度の被保険者資格の取得、喪失の手続きは不要となる。事業主は、 健康保険に関する書類を、その完結の日から2年間保存しなければならない。初めて適用事業所となった、事業種、事業の廃止等により、適用事業所に該当しなくなった、事業種、事業主の変更があった場合は、当該事実のあった日から5日以内に、所定の届出をしなければならない。非保険者には、適用事業所に使用されるものである、非保険者、及び、 日雇い特例被保険者、適用事業所に使用されなくなった後に、任意で加入する、任意継続被保険者及び、特例退職被保険者との4種類がある。被保険者資格の取得、創出は、原則として、保険者等の確認によってその効力を生じ、事業主が、資格取得の届出を行う前に生じた事故であっても、遡って、資格取得の確認が行われれば、 保険事故となる。一般の被保険者は、以下のいずれかに該当するに至った日から、被保険者の資格を取得する。事業主は、一般の被保険者資格を取得したものがあるときは、5日以内に、保険者が、全国健康保険協会の場合は、日本年金機構に、健康保険組合の場合は、当該健康保険組合に被保険者資格、取得届を提出しなければならない。 平成29年1月より健康保険組合に提出する資格取得届には被保険者の個人番号を日本年金機構に提出する資格取得届については被保険者の基礎年金番号を記入しなければならない同時に2以上の事業所に使用される被保険者は2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内にその被保険者がその保険者を選択する 事業所が適用事業所となった場合、労災保険や雇用保険とは異なり、法人から労働の対象として報酬を受け取っていれば、法人の代表者、役員も含むすべての費用者は原則として非保険者となる。外国人であっても適法に就労していれば一般の非保険者となる。ただし、個人事業主は使用されるものとはみなされないので、 被保険者とならない。また、被保険者、被扶養者が、法人の役員である場合に、その業務上の負傷については、使用者側の責めに返すべきものであるため、労使折半の健康保険から、保険給付を行うことは適当でなく、原則として、保険給付の対象外とされる。 被保険者が5人未満である小規模な適用事業所に所属する法人の代表者であって一般の労働者と著しく異ならないような労務に従事している者については業務上の自由による疾病等であっても健康保険による保険給付の対象とする従来当面の暫定措置とされていてさらに傷病手当金は当措置の対象外とされてきたが 平成25年の改正により、第53条の2が追加され、前日の通知が廃止されたことで、傷病手当金も含めて措置が高級化された。休職者については、休職期間中に給与の支給がなされているか、一時的に給与の支払いが停止されているに過ぎない場合は、非保険者資格を存続させる。しかし、休職中に給与が全く支給されず、 実質的に使用関係が消滅している場合は、被保険者資格を喪失させる。雇用契約は存続しても、事実上の使用関係がないものについては、被保険者資格を喪失させる。被保険者が解雇された場合において、その解雇の効力を争う場合、解雇行為が明らかに労働法規や労働協約に違反している場合を除き、事業主から、 資格喪失届の提出があったときは、たとえ当該事件が係争中であったとしても、一応資格を喪失したものとして受理する扱いになっている。労働組合先住者については、従前の事業主との関係では被保険者資格を喪失するが、労働組合に使用されるものとして、一般の被保険者となる。なお、共済組合の組合員については、 一般の非保険者であっても原則として健康保険法による保険給付は行わず保険料も徴収しない。同一の事業所において雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合には事実上の使用関係は継続しているので非保険者資格も継続する。有期の雇用契約または 人用が1日、ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、雇用契約または人用の終了時に、あらかじめ、事業主と被保険者との間で次の雇用契約または、人用の予定が明らかであるような事実が認められるなど、事実上の使用関係が中断することなく、存続していると、就労の実態に照らして判断される場合には、 被保険者資格を喪失させることなく取り扱う必要がある。ただし、60歳以上の者の,の再雇用については、使用関係を一旦中断した者とみなして取り扱っても差し支えない。そうすることで、再雇用に伴う給与の低下に即応して、在職老齢年金の支給停止額を減額改定できるため等である。 短時間労働者短時間労働者として使用されるものの加入については常用的雇用関係が認められるかにより判断される具体的な取扱い基準については就業規則や雇用契約書に基づき次のいずれにも該当する場合一般の被保険者となるなお平成28年9月まではこれらの要件に加えて 就労形態や職務内容等を総合的に勘案して、被保険者資格の取得の可否を判断していたが、平成28年10月以降は単に所定、労働時間数、所定労働日数のみで判断する。4分の3要件を満たさない場合であっても、以下の要件をすべて満たす、短時間労働者は、平成28年10月以降、一般の被保険者とする。 所定労働時間、所定労働日数が4分の3に満たない場合でも、業務の都合等により、工場的に4分の3基準を満たすこととなる場合、実際の労働時間、労働日数が連続する2月に4分の3基準を満たし、引き続き同様の状態が続くと見込まれるときは、4分の3基準を満たした3月目の初日に被保険者資格を取得する。 ただ自然期の5要件をすべて満たす場合は、その時から被保険者資格を取得する。また、平成28年9月以前に被保険者資格を取得していたものが、平成28年10月以降に4分の3要件に該当しなくなる場合でも、引き続き、被保険者資格を有する。短時間正社員については、次のいずれにも該当する場合、一般の被保険者となる。 派遣労働者派遣労働者は派遣元の事業所における非保険者となる。登録型派遣労働者の就業と就業の間の待機期間が1月を超えないと確実に見込まれる場合は待機期間中も引き続き非保険者資格を存続させて差し支えない。1月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には その雇用契約が締結されないことが確実になった日、または当該1月が経過した日のいずれか早い日をもって、使用関係が終了したものとして、資格喪失する。適用除外以下のいずれかに該当するものは、日雇い特例被保険者となる場合を除いて、被保険者となることができない。1から6は、厚生年金と共通である。臨時に使用されるもので、 日々雇い入れられるモノ臨時に使用されるもので、2月以内の期間を定めて使用されるもの季節的業務に使用されるモノ臨時的事業の事業所に使用されるモノ事務所で、所在地が一定しないものに使用されるもの特定適用事業所以外の適用事業所に使用される4分の3要件を満たさない短時間労働者。生意保険の強制被保険者国民。 健康保険組合の事業所に使用されるもの後期、高齢者医療の被保険者厚生労働大臣、健康保険組合または、共済組合の承認を受けたもの被保険者によって、整形を維持されているもので所定の要件を満たすものは、保険者の認定を受けることにより、被扶養者としてその、保険の適用を受けることができる。保険料免除の一類型であり、被負養者に、保険料の負担はなく、 被扶養者の有無、増減で被保険者の保険料に変動はない。元来は収入を得られない子供や障害者、長期入院者、専業主婦、年老いた親などが想定されていたが、家族や社会環境の変化などにより、その対応は変化している。20歳、以上60歳未満の配偶者は、被扶養者認定があったときは、 国民年金第3号被保険者として取り扱うこととされる。事業主は、その使用する一般の被保険者が被扶養者を有するに至った時は、5日以内に被扶養者移動届を寄稿、または組合に提出しなければならない。なお任意被保険者が被扶養者を有するに至った場合は、被保険者自らが提出する。被扶養者として認定される要件としては、 以下のように定められている。ただし、日本国内に居住すること及び、後期高齢者医療の被保険者等でないことが、必要である。被保険者の直系存続、配偶者、子、孫及び、兄弟姉妹であって、主として、その被保険者により、生計を維持する者、被保険者の三親等内の親族で前後に掲げる、もの以外のものであって、 その被保険者と同一の世帯に属し、主として、その被保険者により、生計を維持する者、被保険者の配偶者で届出をしていないが、事実上個人関係と同様の事情にある者の父母、及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主として、その被保険者により、生計を維持する者、前後の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、 引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、市として、その被保険者により、生計を維持する者、日本国内に居住については、令和2年4月の改正法施行により、新たに要件に加えられ、その確認は原則として、住民基本台帳の記載に基づいて行う。例外的に、日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して、 日本国内に生活の基礎があると認められるものとして、厚生労働省令で定めるものについては、非扶養認定することとし、以下のものは、厚生労働省令で定めるものとして認定される。なお、以下のものは、日本国内に住所を有しても、非扶養認定しない。ただし、国内居住要件の導入により非扶養者でなくなる。 ものであって、令和2年4月1日時点で、保健医療機関に入院している者の,の被扶養者の資格について、入院期間中は継続させる経過措置が設けられている。扶養状況を確認するために、保健者は被扶養者にかかる確認を行うことができるとされる。調査票に回答と収入や居住状態の立証書類を添付して、保健者に提出する。 収入が多いなど上記法定の認定条件を満たさない場合、調査票の提出がない場合、勤務先の社会保険に加入していた場合は、被扶養者資格がなくなる。不要現況調査は健康保険の適正な適用に、監視重要な役割を果たしているが、膨大な数の被扶養者について確認を行うため、対応に苦慮している保険者も多い。 厚生労働省は1年に1回以上、実施するように保険者に指導している。従来、被扶養者の認定、年収や同一世帯か否かの判定は、被保険者から要件に合致している。胸の申し出があれば、特に厳格な審査をすることなく認定していたが、平成30年10月より、取扱いが変更となり、新たな申請には公的な証明書の添付が、 義務付けられるようになったを除く。平成30年8月29日保発0829第1号以下のすべての要件を満たす者は保険者に申し出ることによって被保険者資格喪失後も継続して当該保険者の被保険者となる。任意継続被保険者は一般の被保険者資格を喪失した日にその資格を取得する。家族等も 被扶養者として加入することができ、要件は、基本的に在職中の被扶養者認定の場合と同様である。任意継続被保険者は、以下のいずれかに該当するに至った日の翌日にその資格を喪失する。任意継続の保険料については、事業主負担がなくなるため、被保険者の全額負担となり、事故の負担する、保険料を納付する義務を負う。基本的に、 転引きの金額の約2倍から2.5倍になる。各種の届けでも、事業主経由ではなく自ら行わなければならない。被扶養者として、他の保険に加入したり、国民健康保険の保険料が安いからといって、任意に切り替えることはできないが、実際のところは、保険料の納付を故意に行わないことによって、非保険者資格を喪失して、国民健康保険に切り替える人も多い。 なお、健康保険組合や、共済組合によっては任意に、資格喪失をすることが可能なところも存在する。将来の一定期間分の保険料を全納することも、でき、この場合年4分の利率による、利息相当額が割引される。納付後、同月内に健康保険の被保険者となった場合には、後日還付される。厚生労働大臣の認可を受けて、 特例退職非保険者制度を設けている健康保険組合がある。厚生年金受給権があるもので、非保険者期間が20年以上、または40歳以降10年以上あるものが、継続加入できる。なろうとする者は、年金証書等が到達した日の翌日から起算して3月以内に、申し出なければならない。申し出が受理された日に、 特例退職非保険者の資格を取得する。任意継続非保険者である者は、特例退職非保険者となることはできない。任意制の保険であるため、保険医療納付や資格喪失等に関しては、任意継続非保険者と共通している。ただし、この制度を持つ健康保険組合は、全国約1500組合のうち70弱の、比較的大規模な組合だけである。 現役世代を圧迫するとして、廃止や、廃止の検討をしている組合が出てきている。一般の被保険者にかかる保険料は、厚生年金保険料と同様、事業主と被保険者とで保険料を接半して負担する。事業主は、その使用する被保険者及び、事故の負担する、保険料を納付する義務を負い、被保険者に支払うべき報酬がなくても、 事業主は被保険者分も含めた全額の支払い義務を負う。事業主は原則として、被保険者の負担すべき、前月分の標準報酬月額にかかる保険料を、報酬から控除することができる。支払い期日は、翌月末日である。任意継続被保険者にかかる保険料は、本人が全額負担しなければならず、支払い期日はその月の10日である。 なお、任意継続非保険者は、将来の一定期間の保険料を全納することが、できる。健康保険組合は、規約で定めるところにより、一般保険料、介護保険料とも、事業主の負担割合を増加させることができ、協会憲法に比べ保険料率が低い組合が、多いが、中には、協会憲法の保険料率を超える、財政基盤の脆弱な組合が存在する。 なお事業主が負担割合を増加させた場合、その増加割合相当額は報酬には含まれない。保険料は非保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率を上ずることにより計算される。一般保険料額イコール標準報酬月額、一般保険料率が加算され、合わせて徴収される、生還憲法が2008年10月より、 全国健康保険協会に移管され、それに伴い全国一律だった。一般保険料率も医療費に応じて、各都道府県を単位に3.0%から13.0%の範囲内で協会が決定することとなった。ただ、地域の医療格差のみが反映されるようになっていて、年齢構成や所得水準の違いに因する都道府県ごとの財政力の差については、 都道府県間で調整されるので保険料率には反映されない。協会が保険料率を変更するには厚生労働大臣の認可が必要で、大臣は保険料率が不適当であり、事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に変更の認可を申請するよう命ずることができる。実際には2009年9月より各都道府県別の保険料率となり、 8.26%から8.15%と定められた。さらにその半年後の2010年3月には、全国平均で1.14%の大幅な保険料率引き上げが行われ、9.42%から9.26%となり、その後も保険料率の引き上げが続いている。2018年4月以降については、 10.75%から9.63%となっている。健康保険組合においても、一般保険料率は3.0から13.0%の範囲内で、組合ごとに決定し、変更に際しては原則として、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。合併によって設立された健康保険組合においては、合併の翌5年度に限り、 厚生労働大臣の認可を受けて、不近率の一般保険料率を設定することができる。保険料は原則として、非保険者資格取得月から資格喪失月の前月まで徴収されるが、資格取得月にその資格を喪失した場合は、その月の保険料は徴収される。同1月に2回以上の資格の特層があった場合は、1月に、 月2月分以上の保険料の徴収があり得る。保険料は以下の場合は納期前であっても全て徴収することができる。前月から引き続き一般の被保険者である者が少年院、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に収容、公勤された場合、その月以降該当しなくなる月の前月までの保険料は徴収されない。 ただし同月中に収容等されなくなった場合は、保険料は徴収される。事業主は、被保険者がこれらに該当する場合は、第118条一行該当届を5日以内に、機構または組合に提出しなければならない。育児休業等をしている一般の被保険者が、使用される。事業所の事業主が保険者等に申し出たときは、育児休業等開始日除属する月から、 終了日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。被保険者が育児休業等期間を変更したとき、または育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに寄構または組合に届け出なければならない。法人の代表取締役、千人役員たる。 被保険者は育児休業等による保険料免除は認められない。なお労使協定により子が3歳に達する日以降の育児休業等を定めている場合であっても免除は3歳未満の子を養育するための育児休業等に限られる。平成26年4月30日以降に3前産3後休業が終了となる一般の被保険者が使用される。 事業所の事業主が保険者等に申し出たときは、3 0 0 3 5休業開始日の続する月から、終了日の翌日が続する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。被保険者が3 0 0 3 5休業期間を変更したとき、または3 0 0 3 5休業終了予定日の前日までに、3前0 0 3 5休業を終了したときは、速やかに、 三千三五休業取得者変更を届を寄稿または、組合へ提出する。育児休業等とは異なり、法人の代表取締役、千人役員たる、被保険者も、三千三五休業による、保険料免除が認められる。免除は、事業主負担分、被保険者負担分双方について行われる。なお、任意継続被保険者、 特例退職非保険者については免除は行われない。保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納するものがあるときは、保険者とは期限を指定して督促しなければならない。督促上により指定する期限は、督促上を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。なお督促は規則に定められた様式の督促上で行われ。 口頭、電話、または普通の書面で行われることはない。繰り上げ徴収に該当する場合であっても、すでに納期の過ぎた、分の保険料については督促しなければならない。保険者等は、督促を受けた者が、その指定の期限までに、保険料その他この法律の規定による、徴収金を納付しないときは、国税対の処分の例によって、これを処分し、 または滞納者の居住地もしくはそのものの財産所在地の市町村に対してその処分を請求することができる。市町村は市町村税の例によりこれを処分したときは徴収金の4%相当額が厚生労働大臣から当該市町村に交付される。機構、協会、組合が滞納処分を行う場合はあらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければ ならない。また、滞納者が悪質な場合には、当該権限を財務大臣を通して、国税庁長官に委任することができる。悪質な場合とは、以下のいずれの要件も満たす場合とされる。督促したときは、やむを得ない事情がある場合、工事送達による、督促の場合等を除き、保険者とは、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金関納、または、 財産差し押さえの日の前日までの期間の日数に応じて年14.6%の割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。なお現在の低金利の状況では年14.6%の延滞金は高すぎるとの問題意識から事業主の負担軽減等を図るべく当分の間特例が設けられ、 各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合はとされる。令和3年の場合、特例基準割合は年1.5%とされたので、実際には以下のようになる。保険料等の選手特権の順位は国税及び地方税に次ぐものとする。国庫は毎年度予算の範囲内において健康保険事業の事務の執行に要する費用を 負担する。したがって、事務費は全額国庫負担である。また、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は各健康保険組合における非保険者数を基準として厚生労働大臣が算定することとされ、この国庫負担金については概算払いをすることができる。協会憲法に対しては、主な保険給付の支給に要する額に給付費割合を 常時定タ額のガス産額の13から20%を国庫が補助することとされ、当面の間国庫補助率は16.4%とされる。これらのほか国庫は予算の範囲内において健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康審査及び特定保険指導の実施に要する費用の一部を補助することができる。下記に掲げるもののほか 健康保険組合の場合は規約に定めることで、付加給付を行うことができる。被保険者の資格取得が適正である限り、その資格取得前の疾病、負傷等に対しても、保険給付は行われる。事業主が資格取得の届けを行う前に生じた事故であっても、遡って資格取得の確認が行われれば、保険事故となり、給付の対象になる。詳細は、 各記事を参照のこと。被扶用者に関する保険給付は、あくまで保険料を負担している、被保険者に対してなされるものである。従って、被保険者が死亡した場合、その翌日から、家族給付は打ち切られる。また、被保険者の資格喪失後の継続給付は、被扶養者に対しては行われない。療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、 保険外併用療養費及び療養費に相当する給付は、被扶養者についてはすべて家族療養費として支給される。被保険者と同様の給付がなされる。ただし、家族埋葬料は、死産時に対しては支給されない。詳細は、各記事を参照のこと。保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または、差し押さえることができない。 租税その他の効果は保険給付として支給を受けた金品を標準として課することができない。健康保険に関する書類には印紙税を課さない。なお、健康保険法には未支給の給付についての規定がないので、非保険者が未支給給付を残して死亡した場合は民法の原則に従い受給権者の相続人が未支給給付の請求権者となる。 被保険者または被保険者であった者が、事故の故意の犯罪行為により、または故意に給付自由を生じさせたときは、当該給付自由に係る保険給付は行われない。被扶養者についても同様である。ただしこれらの場合であっても、埋葬料については支給する扱いとなっている。被保険者が逃走、泥酔または、著しい不行績によって、給付自由を生じさせたときは、 当該給付自由に係る保険給付は、その全部または一部を行わないことができる。保険給付を受ける者が正当な理由なく文書その他の物件の提出もしくは提出命令に従わず、または職員の質問もしくは診断に対し答弁もしくは受診を拒んだ時も同様である。非保険者または非保険者であった者が正当な理由なく、 療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。保険者は、偽りその他不正行為により、保険給付を受け、または受けようとした者に対し、6月以内の期間を定め、その者のに支給すべき、傷病手当金または、出産手当金の全部、または一部を支給しない旨の決定をすることができる。 ただし、偽りその他不正行為があった日から1年を経過した時は、当該給付制限を行うことはできない。偽りその他不正の行為によって、保険給付を受けたものがある時は、保険者は、そのものから、その給付の価格の全部または一部を徴収することが、できる。この場合において、事業主が、虚偽の報告もしくは証明をし、または、保険医もしくは主治医が、 保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は当該事業主、保険医または主治医に対し、保険給付を受けた者に連帯して、全校の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。保険者は保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって、 療養の給付等に関する費用の支払いを受けたときは、当該保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額の40%を支払わせることができる。健康保険における、非保険者の資格、保険料の納付については、厚生年金とセットになっていることから、不服申し立てについても、 厚生年金と手続きが一元化されている。非保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分に不服があるものは各地方厚生局に置かれる社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。この審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内にしなければならない。また、非保険者の資格、または 標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分のあった日の翌日から起算して2年を経過した時は、することができない。以上の処分については、当該審査請求に対する社会保険審査官の採決を経た後でなければ、取り消しの訴えを提起することはできない。社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して、 再審査請求をすることができる。この再審査請求は、社会保険審査官の決定書の当本が送付された、日の翌日から起算して2ヶ月以内にしなければならない。また、審査請求をした日から2ヶ月以内に決定がない、時は、審査請求には、社会保険審査官が、審査請求を帰却したものとみなして、 社会保険審査会に再審査請求をすることができる。いずれの場合であっても、当該再審査請求は、口頭で行うことができる。2016年の法改正により、再審査請求と処分の取り消しの訴えの提起の、いずれを選択するかは、申立人の任意となった。保険料の負加もしくは徴収の処分または、滞納処分に不服があるものは、 社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。この場合は2016年の法改正により審査請求前置主義は適用されなくなったので審査請求をせずに処分の取り消しの訴えを提起することが可能である。審査請求、再審査請求は事項の中断に関しては裁判上の請求とみなされる。保険料を徴収し、または その完付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過した時は時効により消滅する。これは、金銭の徴収、給付にかかる規定であるので、療養の給付のような現物給付については、消滅事項の適用はない。保険料の納入の告知または督促は、時効の更新の効力を有する。 事業主から被保険者に還付すべき保険料か収む分の被保険者の返還請求権については健康保険法の適用はなく民法の一般原則に従って10年の消滅事項にかかる。疾病や負傷が業務や通勤を原因とするために労働者災害、保障保険、または 公務災害の保障が適用される場合、及び、介護保険の適用により支給がなされる場合には、同一の疾病、負傷については健康保険が適用されずその支給が全額カットされる場合がある。例えば、傷病手当金はその全額が支給されない。少年院、刑事施設、老役場その他これらに準ずる施設に収容、公禁された。 被保険者または被保険者であったものについては、疾病、負傷、出産につき、原則として、保険給付は行われない。ただしこの場合でも、死亡に関する給付及び被扶養者にかかる保険給付は、行われる。なお、未決交流者については、傷病手当金、出産手当金は支給される。また、結核、精神病、原爆症等、 公費負担治療の対象となる疾病、負傷については、公費負担の範囲内で健康保険の保険給付は行わないこととされている。ただ、健康保険と公費負担が競合する場合、一般的には健康保険を優先して給付し、自己負担分について公費負担が行われている。健康保険とその他の保険、医療制度との関係については、 いずれかの制度を選択したり、支給調整が行われるといった正確のものではなく、その他の保険の一からの給付を受けなければならない。例えば労災であるにもかかわらず、健康保険での給付を受けると、その給付相当額を一旦保険者に返納した上で、労災の申請をしなければならなくなるので、二度手間で、ありかつ一時的にでも療養費等の自己負担をすることになる。なお、 労災各種の問題については、労働災害の項目を参照のこと。疾病や負傷が、交通事故などの第三者行為を原因とする場合、直ちに健康保険が適用できるというわけではない。第三者行為による傷病に対して、患者本人が健康保険による給付を希望する場合、第三者行為による被害の届け出を行うことで、 保険者による医療給付が行われる。保険者が給付した医療費は給償を介して加害者から保険者へと弁済されるものと想定されている。具体的には保険者はその給付した金額を限度として第三者行為の相手方に対する損害賠償請求権を第一取得する。第三者行為届の届出を行う義務者は非保険者で 死体なく提出するものと定められている。第三者行為による傷病の場合には、疾病等の感知や、症状固定などにより保険給付が終結するまでは、相手方との示談等を行うべきではなく、その旨、保険者からも指導がある。それは、被害者と相手方との示談等を先に行うことにより、被害者の持つ、損害賠償請求権が確定されてしまい、保険者が、 大取得できる賠償請求権も限定されてしまうからである。訴訟外の先行賠償により賠償額を受領し、または訴訟等により賠償額が確定しその受領を受けた場合には、その受領額を限度として健康保険からの給付に対して支給調整が行われる。なお、第三者行為と各種保険との関係については、労災保険、公務災害による、 保険、介護保険においても同様である。ありがとうございます。